あります。こんにちは、これ、それでは今回なんですけども、D 払いにセブン銀行 ATM からチャージして全員に500ポイントがもらえるキャンペーン。お得な使い方もということで、今回は D 払いに関するちょっとしたお得なキャンペーンがありましたので、まあそれについてサクッとお伝えしていこうと思います。それでは早速、こちらセブン銀行 ATM から D 払いアプリに合計1万円以上チャージエントリーで、もれなく全員に500ポイントプレゼント、プラスさらに抽選で100名様に1万ポイントプレゼントというキャンペーン。 キャンペーンですね。期間は2019年の12月の2日から2019年の12月の15日までの半月間のみとなっています。 このキャンペーンの詳細なんですが、まあ、先ほどもお伝えしたように大きく2つあって、まず最初の D ポイント500ポイントがもらえるキャンペーンについては、条件としたら合計で1万円以上のチャージが必要となります。もしこれをクリアしたら全員に D ポイント500ポイントがもらえます。また、ドコモの携帯回線をお持ちでないお客様の場合は、D 払いアプリもしくはドコモ講座サイトにてチャージ用の銀行講座を登録している必要があるので、まだ登録されてない方はぜひやってみてください。 実際のやり方に関しては下の概要欄に詳細が書かれたリンクを貼っておきます。 次、二つ目は、先ほどの1万円をチャージしたな、方の中から、抽選で100名様に D ポイント、1万ポイントがプレゼントされます。まあ、これ当たったらめちゃくちゃ嬉しいですよね。で、それぞれの D ポイントについてなんですが、付与されるのは2020年の1月31日以降となってます。そして、もらえる D ポイントは D ポイント期間用途限定のタイプですね。もらった D ポイントの有効期限に関しては2020年の3月31日までとなってます。で、このキャンペーンの流れっていうのはめちゃくちゃシンプルで、まあ、先ほども最初にまずキャンペーンページで エントリーをします次に千分銀行 ATM から D 払いアプリに合計1万円以上をチャージそしてキャンペーンが終わって条件を満たしている方に D ポイント500ポイントがもらえてさらに抽選で100名様に1万ポイントが当たるという流れになってますこのキャンペーンの注意点として大きく2つですねエントリー必須ということと合計1万円以上ということで、まあ、エントリーはまあ先ほどもお伝えしたということで、まあ、この合計1万円以上に関しては複数回に分けてもキャンペーンの対象となりますので一気にこう1万円入れてもいいですし、まあ、何回かに分けてもいいかな。 なと思いますけどまあ冷静に考えて合計で1万円以上 D 払いにチャージってちょっと高いなーと思われる方は中にいらっしゃるかなと思いますむしろまあ D 払いを使うタイミングっていつかなと思うんですがまあ僕的には D 払いを使うタイミングってここかなという風に思ってますまあもうご存知の方もいらっしゃると思いますがじゃんということで明日から始まるファミリーマート D ポイント20%還元そして D 払いの D ポイント10%還元あとは D ポイントスーパーチャンス3倍のキャンペーンですねなのでこの3つの強力な キャンペーンがあるのでこのタイミングでファミリーマートで D 払いで決済すれば実質30%以上の還元を受けることができますなのでこの30%を受けれるのは12月の15日までとなっているのでまあこれはまあこのタイミングで使うのもいいのかなとは思いますねもしですねこのキャンペーン期間中に合計1万円チャージして使い切れなかったとしてもまあ今後の D 払いのキャンペーンでも活躍するかなと思いますちなみにこれら3つのキャンペーンはともにエントリーが必須となってますのでこれもお忘れないように にお願いします。 まあそんなこんなで今回は D 払いで1万円チャージして500ポイントがもらえるキャンペーンと抽選で1万ポイントが当たるキャンペーンについてお伝えさせていただきました。いやーまあ明日からキャンペーン期間中のコンビニは僕自身は多分もうファミリーマートだけになる予定なのでこれはこれでちょっと楽しみですね。ちなみにこの動画の2つ前に D カードプリペイドに関する動画をアップしたんですが思ったよりたくさんコメントいただいてありがとうございます。なのでまあちょっとですねそれについて気になる点っていうのがいくつかあったので それはまたちょっと別の動画にして、あ,あの、お伝えしようかなというふうに思っています。一応今回お伝えしたキャンペーンの公式リンクなど下の概要欄に貼ってますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。